だよ。うん、あ、わかった。そのおもちゃで遊びたいのだよ。うん、これ遊びたくなっちゃったね。そうか、だよ、このおもちゃ大好きだもんね。遊びたい、遊びたい。だよ、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 お得意のお返事。だよ、あれ、だよ、お返事は。だよ、かぶっちゃってごめんね。だよ、だよ、あ、だよ、早くしてよって。わかったよ。よし、じゃあこれだね。いっぱいいろんな人におもちゃもらうんだけど、ダイヤはこれが一番好きなんだよね。ほら、ほら、ダイヤ、ふい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 。これチュールのね、なんかあのボトルみたいのですごくたくさん入ってるやつをプレゼントしてもらったんですけどね。その時におまけでついてたみたいなの。これ、これチュール。チュールの中でこうクッションになってるんですけど、こっち側で遊ぶんじゃなくてこの紐の先で遊ぶのがダイヤくんの大好きな遊びです。え、ダイヤ、はい、はい、はい。もっとね、紐ねめっちゃ長かったんだけど、どんどん切っちゃうからさ、歯でね、短くなっちゃったね、ダイヤ。うん、はい、ダイヤ一人で撮ってるとさ、全然撮れないんだよね。はい、ダイヤ、電気つけよう。よいしょ。あれ、もんちゃん泣いた。もんちゃん来た。もんちゃんも遊びたくなっちゃった。ほれ、ほれ、はい、ダイヤ、はい、はい、お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 い。あ、もんちゃんはね、全然興味ない、興味ないけど、なんか来たの。誰かに撮ってほしい。撮影してくれる人いませんか。いつも一人だから全然撮れなくて、せっかくね、たくさんの人にね登録してもらったのに、全然ね、いい動画が撮れなくて。なかなかね、二人の姿をアップできないんですよ。ねえ、ダイヤ、ほい、ほい、誰か撮影してください。ねえ、ダイヤ、ほい、かわいい、かわいいでしょ、だってうちの子、ほら、ほい、ダイヤ、ほい。おお、元気だ、元気だ。ダイヤくんは痩せているけど、とても健康です。ダイヤくん4キロ超えたもんね。あ、あ、もんちゃん来た、あ、もんちゃん来た、もんちゃん、もんちゃん、ほら、もんちゃんはおもちゃにはあんま興味ないんですけど、うん、遊んだり様子を見に来ただけなんでね。はい、はい、あ、ママのスープと、はい、はい、はい、今お風呂にね、お湯を溜めてるから、その間遊びの時間にしますよ。はい、はい。ねえ、ダイヤもさ、すっごいお風呂嫌いだから、お家に保護して連れてきた時にはね、入れたけど、2回3回ぐらいでも、その後一回も入れてないよね。もうすぐ3歳じゃん。あれ、もう3歳じゃん。あれ、ダイヤ何日に生まれたか知らんけど、7月だから、あ、ダイヤ3歳おめでとう。
ダイヤ、あれっていうか、あ、違うよね。そう、ダイヤが3歳だよ。そうだよ。もんちゃんはもうちょっと後で。ねえ、ダイヤ。はい、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 はい。おめでとう、ダイヤ。ああ、ダイヤの誕生日プレゼント。何にしようかな、ママ。何しよっか。だってダイヤさ、高級おもちゃ全然遊ばないもんね。紐がいいんだもんね、紐がね。じゃあ、今度ママね、紐買ってくる、紐。ね、長いやつ。ギチギってもね、いいように。長いの。買ってくるね。皆さん、ありがとうございました。ダイヤくん。ごめんね、ママ全然忘れてたけど、3歳です。ねえ、ダイヤ。ダイヤ。うん。ねえ、とっても親孝行で病気一つしないで、猫です。ありがとう、皆さん。